はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが、1525日目ですね。はい、現在2023年8月20日の、午前9時21分なんですけども、今回ですね、契約書の方を、ね、開封したいなと思います。まあ、シリーズ2ね、あと2週間足らずぐらいでね、シリーズ2の選手も追加されてくるとは思うんですけども、まだまだね、シリーズ1で欲しい選手、いっぱいいますんでね、契約書の方も、今後も開封していきたいなと思ってます。はい、今回、開封する契約書はゴールド契約書5枚と、あと S ラン確率 10% 契約書、30% 契約書、合計7枚ですね。この契約書開封して、まあ、阪神純正ね、阪神の選手できれば出てほしいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、その前にですね、ホームランダービーライバルズなんですけども、あと5日と3時間なんですけど、現在進み具合ですね、どんな感じかと言いますと、こんな感じですね。現在の累計ポイントが45万3000ということで、まあまだ5日以上ありますんでね、まあおそらくまあ自然回復できるかなという感じですね、ここまでね。はい、あと累計初回勝利報酬でね、この52人のところで S ランク限界突破コーチありますんでね、これは非常にありがたいんでね、まあきっちりね、まあこれも、まあ、もう現在29人なんで余裕でいけるかなっていう感じですね。はい、自然回復で、まあ、頑張っていきたいなと思ってます。はい、はい、それでは契約書ね、開封していきたいなと思うんですけども、まずはゴールド契約書5枚からいきます。1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、そうですね、まあできれば S ランク来てほしいです。阪神来てほしいです。お願いします。お、突き出てますよ。 A ランク以上は確定です。はい、S ランク来い、阪神で来い。 A ランクでも阪神でいいよ。さあ A ランク以上来ます。 S ランク来い来い、ないかな、 S ランクはないかな、 S ランクは、あ、ないっすね。はい、まあまあ A ランク、阪神来い。うん、どこ、あ、来た、野間選手、広島ですね。はい、阪神もう一枚来い、あ、ないか。はい、まあ、ゴールド契約書5枚で A ランク1枚、広島の野間選手来ましたね。はい、まあ、嬉しいですね。はい、はい、それでは、S ランク確率 10% 契約書、打ち上げ花火ログインボーナスですね、これいきたいなと思います。ぜひ S ランク来てほしいです。お願いします。 S ランク来い。さあ、できれば阪神の S ランク、さあどう、ん、ないか。S ランクないか、ないか。はい、おお、木浪選手、いいですね。いいですよ、今シリーズ初めてですね、今季はね。はい、いや、木浪選手、一応ね、前のシリーズの、S ランクを持ってて、極みで持ってて、称号用もね、1枚ぐらいしかなかったんで、いや、嬉しい。木浪選手来ましたね、今年いいですからね、木浪選手ね。はい、嬉しい。はい、それでは S ランク 30% 逆勝、これ最後ですね。スペシャルミッション累計31ミッションクリアの報酬、これいきます。これはもうぜひ S ランク阪神お願いします。来い、ないかな、 S ランク来てくれ。ないかな、S ランクないか、あー、ないか。大城選手、巨人ですね。はい、まあまあ、でも阪神の木浪選手の A ランク来ましたんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ゴールド契約書からも A ランク1枚来ましたしね、 S ランク 10% で阪神木浪選手 A ランクですけどね、来ましたんでよかったかなと思いますね。はい、まあホームランダービーライバルズの方も、まあ自然回復でどうも終われそうなんでね、まあよかったかなと思ってます。頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。